さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回はデカールを貼ります。さあやっていきましょう。まあ今後どのデカールにしようかなって思ったんですけど、まあやっぱり細かいね、なんかめんどくさそうなやつの方がいいかなとか思ってそうしました。おお、カッターナイフが刺さったマジか、めっちゃ切れるね。いいこった。で早速やっていこう。まずメーターっすね。メーター44番、ピッピッピッ。デカール貼るのはね大好きだからね、超楽しいわ。大きいのからちっちゃいのまで、まず切って水につけてしゃぶしゃぶしたら揚げる。よし。で浮いてくる間に次のデカールを準備するよと。ちっちゃいメーターは45678まであるね。8はまた違うところで使うのかな、まあ知らんけど。ということで結構これはめんどくさい感じになってる。で交差は間違えたくないからっつって数字も一緒に水で溶かしてしまうととんでもねえことになってしまうだ。字がねバラバラになるのよ。そうするとね結構邪魔になったりするの。だから字は切り取る方向でお願いします。よいしょよいしょ。でこうやってやっておけば左から567っていうのが分かるなっていう風になるので、そうしたらこれをここにまたシャブシャブってして、そしたら水はけで、そしたらこちらですね、マークセッターを下にねとこってるんでね、沈殿してるんでね、とこってるんでね、沈殿してるんでね、しっかり混ぜてあげてですね、そしたら貼りたいところにこうチョンチョンチョンと、あんまりダボダボつけちゃダメだけどね、チョンチョンチョンとつけてあげて、そんなことやってる間にこれがね新鮮なやつだったらもうね5日前にこう剥がれてくるようになるので、これ一応ね説明はしておこうかなと思うんですけど、結構ね劣化した古いデカールだったりするとそう簡単には浮いてこなかったりとか、ものによってはパリ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 っつっていって粉砕することがあるので、古いやつはねまあいろいろやり方がまたあるのでね、それはいずれ紹介しようかななんつって思うんですけど、ね、いやー、なべさんちょっとそういうのをもうちょっと早く教えてよと思いましたら過去の動画に遡ってみてください。私紹介しております。よいしょ、こんな感じですね。で軽くこうねデカールとプラの間に溜まった水をこう軽く絞り出してあげてですね、まあ、絞るっていうと大げさな感じですけど、まあこう外に出してあげてですね、そうしたら今度ねマークセッターじゃないソフターで柔らかくしてあげましょう。こんな感じでシュッとこうね、で柔らかくしたらこれも吸い取ってあげる。ちょっとね綿棒をね湿らせた状態でねやるとデカールを傷めずにやることができるかもしれないと。こんな感じですね。でちょっとまだね少し水分残ってんじゃねえかなって思う程度でいいんですよ。特にこうねへこんだところっていうのは無理にね取ろうとしても事故を起こしたりするので、だったら少し湿っている状態のまま放置しておけばそのうちね乾燥してくるんで、そうすると位置だけしっかりこう決めておいてあげればシュッとこうね乾燥していくのにつれてピタッとくっついていくようになるので、だからといってねダボダボのままじゃダメだけどね、あらかた取っといてあげないとねいけませんが、こんな感じでございます。いいね、かっこいい。でこいつはもうこれで OK ですよと。で結構めんどくさそうなここのね3連メーターのところですね、そこもこうねちょん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 とやってあげて、メーターの向きを合わせながらの
こう貼っていくと、で余白がどうもあるので余白もね溶かしつけていくような感覚にしましょう。でね、クレオスのセッターには軟化剤入りっていうタイプを私は使っておりますので、このねデカールとプラモデルの間、要はねデカールの裏面が軟化されていくので表面を軟化するさせるためにこのね軟化剤であるソフターをこうやってチョンチョンチョンとやっていると、これで裏も表もねソフトな感じになるんではないかと考えております。で見ているとだんだんこのね余白の部分っていうのはプリントされていない部分じゃないですか。軟化剤がね非常に効きやすくなっておりますので、しなってくるのがね分かるんですよね。ちょっとしなってる、ピーンとはしてないでしょ。でそしたらこれをまたこうねギュッと、ギュッてあんまりそんなにめちゃくちゃギュッとやっちゃダメだけど、こうやってちょんとこうね綿棒でこの余分な水分を吸ってあげるようなイメージで取ってあげる。ギュッギュッギュッ、あ、カメラ映ってる、映ってるね。でそんなことやってるとこの上の余白の部分っていうのがだんだん柔らかくなってくるんですけど、これねなかなか柔らかくならないですよ、そうそうめちゃくちゃ一瞬では。だからちょっとこうねまた軟化剤を少しつけてあげて、ちょっと負けさせてあげてですね、チュンチュンチュンと。で下の部分にももちろん余白っていうのがあるんでね、これちょっとうまいことやっていかないとね、うまく貼るのは難しいかなと。まあ最初のね切り出しの時に余白まで綺麗に切れればいいんですけど、まあそこまでねなかなか器用な方っていうのはねいらっしゃらないんじゃないかなと思うんで、それはねいると思うよ器用な方なんてね。私はねちょっとねそれ無理だなと思いますので、私はそこまで無理してはやらないです。ちょっと今失敗こいちゃった。あー綺麗にできた、直った直った、よかった。ちょっとこれはあまり真似しちゃダメなやつ、ちょっとギュッとギュッと、はいギュッと。でこれもさっきと同じような感じで乾くにつれてねピタってくっつき始めますので、まああまり深追いはしないようにしましょう。なんかあれだね、自分もさ Z 乗ってたから分かるんだけど、やっぱ Z っていいね、このね昔からこの3連メーターってねあるんだよね。何なのかね、良さはあんまり分かんないけど、あると安心だけどね。やっぱりバッテリーのね残量っていうかさ、その電圧が安定してるかどうかとかさ、やっぱりそのブーストメーターがあるとかそういうのもちょっとこうかっこいいじゃん、うん、後付けしなくてもさ、結構ね走り当たったりするとさ後付けでつけたりするんだけどね、ブーストメーターとかさ、そういうのとかはね最初からついてるんで、後付けすることを考えればまあお得なのかなっていう気もする。ピタッ、まあっていう感じでねちょっとね進めていこうかしらと思いますっていう説明だけでもうね8分も経ってしまったんですけど、よし。で次43番ナビ画面ですね。ナビ画面もピタッ、ちょっとで一応ですけどこのね貼ったところっていうのはね触らないように気をつけましょうね。まだ乾いてなくて柔らかい状態ですから、ぐちゃってなったりとかずれたりだとか、あんまよろしくないことがねたくさん起きやすいのでね。あれ俺今29がこっち合ってんだな、こう向きだからこっち、デカールぺったりと、ということでここからどうでもいい話をしながらデカールを貼れるまで、貼れるまでじゃないな、まあいい時間までちょっとどうでもいい話していこうかなと思うんですけど、今日講習受けてきたよ。まあとある講習、まああまりちょっとね細かく言うのもいかんなと思ってやめときますけど、まあ講習受けてきましたよ、仕事の都合でね。だけどまあ講習がだるかった。
で最近ちょっとね仕事も休みがなくてマジでね寝不足でマジで寝てないんだよね。まあそんななんだろう黒自慢なんかしても面白くないんであれなんですけど、だから全然寝てなくて、だからもう講習さやばかったの、本当眠くて寝てた、ほとんど寝てた。でもちろん最後にテスト試験があるから寝ちゃいかんとは思うものの、割と内容が常識的な内容の講習だったので、まあ割と受かりました。まあはっきり言ってね、誰でも受かるようなもんなんですよ。そんな難しいもんじゃないです。すごい簡単な試験なんで、ね、今言ったみたいにね常識範囲内のような感じのところなんで、まあねそんな大げさな試験と言えるほどのもんじゃないですけど、まあそれはねやらないとやっぱりね法的になんちゃらみたいなのがあったりするからねやってたんですが、まあ簡単だったね、なんてことなかった。まあちなみに来週実技だからそっちの方が結構問題かなと思うんだけどね。いやーまあいった、ほんともうなんかああいうさ講習さ長かった、すげえ長かった、もう丸一日だったからさ泣けた、もうやだと思っちゃった、もう眠いし、もう開始して速攻寝ちゃったし、怒られちゃうとか思いながら、だけどさやっぱりみんな一緒なんだよね、いびきが聞こえるのいやそこまで寝るかって思ったけど、さすがにすげえなーとか思いながら、さすがに俺もわかんないよ、自分もうとうとした時にグーグー言ってたのかもしれないけどさ、まあまあ眠かった、講習はきつい。またその講習のね講師の人もさ何言ってるかわかんねえんだよ、なんかもごもご喋ってて、あって思った、なんか何ページの何をじゃあ赤ペンで、ま、なんかこのね線引いといてくださいみたいなこと言うんだけどさ、ごめん今何言ってるかマジでわかんねえから、どこに引けって言ってるのかもわかんねえんだけどとか思いながらさ、だけど多分このページじゃない、何ページねとか言って何ページも聞き取れなくてさ、おマジか前言ったなこれとか思ってさ、たまにいるのよ講師で何言ってるかわかんない人、そうなんかあったの、その言われたの、聞こえなかったら言ってく、聞き取れなかったら言ってくださいねとか言って言うけどさ、誰も言わないからさ、俺だけはいって言うのもなんかなんだなとか思ってさ、まあ、我慢したんだけどさ、まあ無事にねテストも受かったからいいけどさ、ちょっともうちょっとね説明も下手くそだったの、なんかもうちょっと、まあ、文句ばっか言ってもしょうがないんだけどさ、もうほんと説明も下手くそで、なんかもうちょっととこうどうにかなったでしょうとか思いながらね、なべさんご立腹でしたよ、その点ではでこいつを、まあ、ちょっと組み立てちゃいますかね、こうして、ね、そうだからデカールを貼ってからやった方がやりやすいかなとか思ってやったんだけど、なんか意外とそうでもなかったな、関係なかったな。さっきも言ったんですけどね、まだ乾燥してないので気をつけながらやりましょう、まあ、これの場合でしたら裏から接着してもいいかな、流し込みをねジュンとまだいいか、昔さ地元でまあね我々仲間の中ではさちょっとこう有名な心霊スポットっていうのがあるので、その講習を行くときにその隣を通ったの、ああ懐かしいとか思って、ああこの道だと思って、最初ナビで見てたからさあんまり意識してなかったんだけどさ、実際通ったら、ああそういやここ心霊スポットあったわみたいなさ、懐かしいとこでちょっとゆっくりこう走ってさ見たけど、まあ建物もなくなっててさ、ちょっとまあ寂しいというか何と言いましょうか、まあねよう行ったとこだったからさ、なんか懐かしんじゃったね。まあそこで鍋さんもねちょっと見えないものが見えてしまったからさ、余計にその道をさ行きも帰りも通ったの、そこに。だからさ行きはね朝だからいいんだけど、帰りちょっと薄暗いからさ、ちょっと遅かったの帰りが、やっぱりマックスで報酬があったから、だからちょっと帰り若干怖かった。
薄暗くなってて、そこで見たところもここで確か見たよなみたいな感じのところだったからさ、わかった、また見ちゃうとかあるのかなって。その通りさ、火葬場があったんだ昔。まあそれはね、それを聞くとさ、ああまあ見えてもしょうがないかもしれんねみたいな感じのところじゃん、火葬場があったなんて言ったらさ、ね、だから余計にちょっとねビビりながらもね、ブイブイと走ってきたわけですよ。あ、綺麗にはまった。でジアンドカーズのメンバーにさ、その話をしたらさ、あ知ってるっていう人もいてね、ちょっと嬉しかった。有名だよねって言ってさ、ね、ちょっと心霊系大好きな鍋さんからすると仲間がいてよかった。でこれをここに、えいえい、あはまった、はまったはいいけど、これ流し込むの大変だな。これギリギリのところチューンってつけて、これで落ちなきゃいいけどな。あーちょっとつけすぎ、ギリギリの量をこうやって流し込んで隙間にチョンって、あ浮いたけどくっつくでしょ、くっついてない気がする。なんかくっつき悪い、なんか処理が悪かったか自分の。あ流れた、しっかり流れた、よし、 OK、 うっ、え心霊スポットこの年になってもさ行きたいなとは思うよ、思うけどさ、やっぱこのご時世さ、割とこうね、ね不法侵入だとかさいろいろあるからね、まあやっぱりダメな感じなんだけどさ、まあ、昔はじゃあ良かったのかってまた別の話だけど、そうじゃないけどね、まあちょっとこう多めに見てくれた感じがあったんだけど、今じゃあやっぱりそういうのね結構厳しくなってさ、余計にね生きづらくなったね。まあそんなねいいところじゃないから、そう、そもそも行くのもねどうかなとも思うけど、はっきり言って危ないし、昔だからその行った時にね、言われたのよ、警察も来ちゃってさ、お前ら何やっとるだとは言われんかったわ正直言って、普通にねお前ら来るなって言っても来るだろうって言われて、まあそうっすねっつって言ってさ、で君たちが中に入ってる間に車上狙いとかにあったりする、事件があったりしたから気をつけてねって言われてさ、ああなるほどっつって言って、で警察の人にもさ、てかさ警察の人もさこんな時間にさこんなとこ見回されるってさマジで地獄じゃないっつって言って話しとったらさ笑っとったのを覚えてるね。えほんなさ心霊スポットにさ夜中にさ何原付で来るのかわいそうだってあれまあね俺らが行くからそういうの人たちも見回らないといけなくなっちゃうんだと思うけどさ、こんな感じでございます。あいいねかっこいいね、いよいよよし、まあでも今日こんな感じかにしておきますか、まあね季節的にさ暖かくもなってきたからそういうのをねちょっと行きたくなるなという気持ちもありますが、やっぱりなんか取り付いちゃったとかそういったねこともあったりしてね、あと怪我したりだとかねろくなこと起きないと思うんでね、皆さんもねまあね時代も時代ですので、まあ動画で見るぐらいにしてですね、まあ今の私がそうなんですけどね、動画で 見て満足してるような感じです。よし、どうでしょう、まあね無理していかないようにしましょう。ということでね今回ねデカールをこんな感じでね貼ってみましたがどうでしょうか。これでねしっかりね乾燥したりとか、もうこのさ最初に貼ったやつなんかもうだいぶこのエッジの部分まで綺麗に貼れてきてるでしょ。これ乾いてくるとやっぱり綺麗にねピタンってくっつくようになるんだ。でこっからねまた他のパーツもねつけていったりしますのでね、今回はちょっとねデカールを貼ってみたりしました。ではね、またどんどん進めていこうかなと思いますのでね、見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。どうもどうも。